湘南デストラーでは、かつて SMA ヒートプロジェクトで活動していた日本のお笑いコンビ、2019年6月9日解散。結成前までそれぞれピン芸人として活動していた岡本良と吉田直が2009年9月に結成した。岡本が当時から一番仲が良かった吉田に声をかけて結成し、二人ともコンビを志望していた。 二人ともピン芸人としての活動に限界を感じてコンビを結成し、コンビ名はかっこいいから選んだと語る。歌ネタ王決定戦は2013年、2014年、2015年の3年連続で準決勝へ進出した。2014年に日本喜劇人協会主催第1回コント新人大賞で決勝へ進出し、ザ・漫才で予選を勝ち、認定漫才師となる。 2015年6月25日に決勝大会が行われた漫才新人大賞で優勝した。2017年にナオデストラーデが R-1 グランプリで準決勝へ進出した。2019年5月8日に解散を発表した。解散後は2人とも所属事務所を変更せずピン芸人として活動を続ける。最後の活動は2019年6月9日の 湘南デストラーで解散ライブ、また、あ、お前らか。野球やってホワイトハウスの窓ガラス割ったのは、いや、どんなホームランだよ。スペシャルだった。漫才、コントともに演じている。なお、コントネタが全体の約9割だという。コントでは、二人ともスターウォーズのダース・ベイダーに扮して演じるものがある。この時のキャラクターは、なおは黒の衣装でダース・ベイダー。 マイパンは赤の衣装でダースベーシュとして演じている。このほか、焼き芋屋のフレーズを繰り出すコントなどがある。漫才ネタには、初の海外旅行など、世界地図、国旗好きのナオが国名を延々羅列するところに、岡本が掛け合うというネタがある。また、ナオには、肉ま虫というキャラクターに扮して演じるネタがある。AB ピアをお笑いライブ特本 P15。 ガチャ芸人図鑑459湘南デストラーデ芸人図鑑2015年7月1日閲覧 ABCD 公式プロフィールより AB 湘南デストラーデ漫才新人大賞を受賞デイリースポーツ2015年6月26日閲覧02 28復活ステージ東京新宿明治安田生命ホール R-1 グランプリ2017。2017年2月28日。閲覧。お笑いコンビ。湘南デストラーで6月解散。売れなかったから二人ともピン芸人に。スポーツ日本。2019年5月9日閲覧。AB 芸人名館。湘南デストラーで。吉田直プロフィールより。日曜。チャップリン2018年1月28日。フーテレビ。 2019年5月9日閲覧。木梨のりたけ漫才したことないのにプレゼンター。ここに来ていいのスポーツ日本2015年6月26日閲覧。解明しました。お笑い芸人、湘南デストラーで吉田直のブログ。2017年2月28日閲覧。お笑い芸人長官略新視録、湘南デストラーでより、NSC 対応表より、 日記、お笑い芸人、湘南デストラーで吉田直のブログ。2015年6月26日閲覧。明日のバカソウルで、三つ股ダンスにつぎ。お笑いなったり。2015年6月26日閲覧。漫才新人大賞湘南デストラーで、旅行ネタで優勝。賞金は二人で、熱海旅行。お笑いなったり。2015年6月26日閲覧。 漫才新人大賞で、木梨が、杉ちゃん観客に花束贈呈。審査員による、切腹命令も、お笑いなったり、2016年5月15日閲覧、肉ま虫肉ま虫、お笑い芸人、湘南デストラーで吉田直のブログ、2017年2月28日閲覧、湘南デストラーでマイパンプロフィールより、アラビケルカ、 小畜芸能所属若手芸人かもめのブログ、無名人ブログ、2015年6月26日閲覧。森山、お笑い芸人、湘南デストラーで吉田直のブログ、2015年6月26日閲覧。ライブスケジュールと写真のお話、お笑い芸人、湘南デストラーで吉田直のブログ、2015年6月26日閲覧。岡本涼に関するカテゴリ 吉田直に関するカテゴリー、ありがとうございます。